山国川は、大分県と福岡県の県境付近を流れる、一級水系山国川水系の、元川。福岡県と大分県を分ける河川として知られている。大分県中津市山国町英彦山付近を、源流として、南東方向に流れ、中津市山国町守る地付近で、北東方向に九十度近く向きを変え、中津市山国町、中津市本屋場町と続き、 中津市参考に入ると、福岡県築城郡高下町と接す。中津市と福岡県築城郡吉富町の県境に、かかる山国橋付近で二手に分かれ、中津である、小祝井の東側は、中津川と名を変える。上、中流域の渓谷は、ヤバ渓と呼ばれ、継承地として知られている。青の道門や猿飛びの大決群など急流による、渓谷が多く、 観光客も多い。大井出遺から上流は1923年に名称に、あゆりの滝から上流は1950年に、場日田江彦山国定公園にそれぞれ指定されている。また、上中流域では11月後半の紅葉の季節は絶景である。平安時代には沖川と呼ばれた。その後は地域によって高瀬川、 広津川、小犬丸川等と呼ばれていた高瀬川という名称は、現在の中津市高瀬地区、広津川という名称は、現在の吉富町、広津地区にそれぞれ由来する。1600年に細川忠興が中津城に入宝すると、金谷包を築造して、当時の山国川の本流であった大川を締め切って、中津城の外堀として利用し、 当時派川であった中津川を本流とした。その後、1655年及び1669年の二度の洪水によって新たな派川が生じ、本流との間に中津ができた。江戸時代、山国川の川口域は高瀬川と呼ばれており、このうち中津の中津城川の川は表川や中津川と京白川の川は浦川や小犬丸川等と呼ばれた。 江戸時代には、新しく生じた川の水量は少なく、現在の中津川が依然として本流であったが、1889年の洪水で流量が逆転し、現在のように山国川が本流となった。明治に入ると、この川の総称は、一旦中津川に決まりかけたが、1875年12月23日に、小倉県により、山国川とすることが二つされた。 山国川という名は、上流の山系がかつて、山国の谷、山国系と呼ばれていたことに由来する。1948年から、国の直轄事業による改修工事が行われ、1966年に河川法の施行に伴い一級水系に指定された。1992年10月15日、大分県と山国川流域市町村によって、 山国川流域サミットが開催された。開催日の10月15日を山国川の日として定めた。上流から下流の順に記す上流から下流の順に記す2012年7月3日から4日にかけて大分県西部や北部を中心に記録的な大雨となった。矢場系では303.0ミリメートルの総行水量を記録した。さらに、 12日から14日にかけても、激しい雨が降り阿波系の最大72時間降水量は3 9 5 5ト、mm、ルを記録した。最大24時間降水量では3 2 7 5ト、mm、ルを記録していて、これは平年7月のほぼ1ヶ月分の雨量に当たる。後者は平成24年7月九州北部豪雨と呼ばれている。 一回目の豪雨で河川が氾濫し、家屋、道路に被害が出て、復旧作業が一段落したところに二回目の豪雨に見舞われた。この地域で、行方不明者が一人出たのをはじめ、山国川水系での家屋被害は、全壊10棟、大規模半栄5棟、繁栄66棟、床上下浸水396棟の合計477棟に及んだ。土木被害では、 道路被害366カ所、橋梁被害20カ所、河川被害439カ所の合計被害金額15億5400万円に及んだ。農林水産業被害は合計18億4800万円に及んだ。その他、公共施設、民間施設に多大な被害をもたらした。2017年7月、九州北部豪雨により、 中津市山国町中まで山国川に架かる記念橋の右岸側が10メートルにわたって崩落した。道橋は5年前の豪雨でも崩れていた。山国川沿いの国道212号は各所で冠水した。ありがとうございます。